W. ゴドウィン・ウィリアム・ゴドウィンは、イギリスの政治評論家、著作家、無政府主義の先駆者。妻は、女権論者のメアリウール・ストンクラフト。二人の間に生まれた娘は、小説、フランケンシュタインの作者で、詩人、シェリーの妻であるメアリウール・ストンクラフト・ゴドウィンである。一時牧師をするが、フランス系猛思想に接して、信仰に揺さぶりをかけられた。 1785年までに書かれた三つの小説は今では忘れられている。他の著作に改装、メアリウルストンクラフトの思い出がある。カルバン派の牧師であった経歴はゴドウィンを理解する場合重要である。神の王国が倫理的共産主義である。外的世界の印象が人間の心を良くも悪くもする。しかし権力と暴力に基づいた政府は、 正義や幸福に反するすべての制度を温存させ、自由を阻害する。このような政府は罪悪であり、反自然である。このような前提により、ゴドウィンは政府のない社会、富の平等な分配を要求する。しかし、その手段としては、理性と説得により、社会の成員の合理的な同意を得ることしか提示せず、貧困の問題については何らの重要性も、置いていない。 食料や財よりも個人の知性、道徳を信奉させるための余価を真の富だとゴドウィンは考えていた。この抽象的な経済観念に対し経済学者マルサスが人口論を書いて富の平等な分配が不可能であると論じたことは有名である。ありがとうございます。